エステバン・チャベスは、コロンビア、ボゴタ出身の自転車競技選手。2012年コロンビア・コルデポルテス所属当時の、チャベスアマチュアから2013年までコロンビアのチームに所属。2013年に、事故で複雑骨折。翌年、オリカ・グリーンエッジと契約。グランツールで、総合優勝を狙える選手として活躍する。2016年は、ジロデイタリアで、 総合2位、ブエルタ・エスパーニャで、総合3位と総合系ライダーとして、飛躍の都市となり、シーズンの締めくくりとなるジロディ・ロンバルディアでは110年の、レースの歴史の中で、初の非ヨーロッパ人の優勝を記録した。また、モニュメントを制した初のコロンビア人選手となった。2017年、初出場したツールド・フランスでは、闇上がりだったこともあり、総合62位で完走。 2018年、ジロでイタリア第6ステージで勝利を挙げるも、大会終了後、伝染性単角球症と診断され、長期間レースに出場できない状態が続いた。2019年、2月に開催された、ボルターラ・コムニタ・バレンシアナでレース復帰。6月のジロでイタリア第19ステージで、復帰後初勝利を収めた。身長165センチメートルと、小柄な体型で、 山岳コースを得意とする総合系ライダー。近年活躍が目立つコロンビア勢のうちの一人。遅れたチャベスをウランがアシストしたり、ウランの落ち者に対し、チャベスがバイクを止めて心配したりと、チームは違えど、コロンビア勢の絆の深さが見られる。2016年次の最終ステージではポケットにバナナを入れて走り、レース中に補給する姿が癒されると、ツイッターで話題になった。 レースではスポンサーであるスコットの軽量バイク、アディクトを使用。ブエルター・エスパーニャ2015第8ステージ終了後、マイヨロフォを着用するチャベス。ありがとうございます。